沖電機工業株式会社は、東京都港区虎の門に本社を置く、通信機器、現金自動預け払い機等の情報機器を主体に製造するメーカーである。通称、沖、沖電機。東京証券取引所一部上場。不要グループに属する。日本最初の通信機器メーカーとして1881年創業以来、130年以上の歴史を持つ。 長年にわたり電話交換機の製造を行ってきた経緯から、いわゆる電電ファミリーと呼ばれる企業であり、旧日本電信電話公社以来の関係から日本電信電話株式会社 NTT グループとの関係が強い。近年、企業スローガンをオープンアップユアドリームとし、指揮たす社会の実現と安全、安心、豊かな社会への貢献を目指し、NGN、 インターネット、セキュリティ、ソフトウェア、サービスなど、情報と通信が融合した新たな分野へ事業領域を拡大している。かつて製造していた半導体部品、BMC EF820-03 情報通信、メカトロシステム、プリンター、EMS を事業部門として持ち、金融機関、観光庁、企業、法人などを中心に各種製品、ソリューションを提供する。 特に、現金自動預け払い機は国内外において、高シェアを占めているほか、昨今では EMS 事業において、積極的に買収を進めるなど新分野の開拓も進めている。また、海上自衛隊向けに潜水艦、ソナーシステムや、その部位などを納入し、2014年度の防衛省、調達契約校の順位では15位に入るなど、軍需企業としての側面も併せ持っている。 なお、プリンターの製造、販売は、事業主会社である沖データが手掛けており、世界各国に展開、海外売上比率は70%に達している。その一方で、かつて主な収益源であった、電話交換機などのレガシー事業は、デジタル化の進展とともに規模を縮小しているほか、パソコンやコピーボード、瓦版、半導体などの製造、販売からはすでに撤退している。 そのため、現在一般消費者向け製品としてはプリンターがある、のみで、電気ローレン大手各社の中では、知名度がやや劣る。かつては携帯電話を製造し、DDI セルラーグループ、日本移動通信を通じて販売していたこともあった。海上自衛隊 HQS-6 型、その V ローソンに設置されている仙台の小型 ATM 詳細は、置きデータを参照。 その他全国各地に、支社支店を有する。また、かつては、半導体の製造拠点として、八王子事業所を有していたが、2008年に、ロームに売却された後、一部は閉鎖された。閉鎖されず、残された部分は、ネオフォトニクスに売却された。大きいエレクトリックカンバーナールドファクトリーをもに、プリンターの製造、販売会社として、北米、南米、欧州、 アジア、オセアニアの各地域に現地法人を置いている。1990年発足。1999年廃部。詳細は OKI FC WINS を参照。同社は2014年4月1日、OKI SARKIT ーーテクノロジーに社名変更。ありがとうございます。